鎌倉アイドルボックス YouTube チャンネル。はい、ということで前回は翔太に病気のことなどについてちょっとお話を、はい、伺いましたが、今回はちょっとね、鎌倉アイドルボックスの思い出とか、その潰瘍性大腸炎のアイドルの話とかしていきましょう、はい。まあ潰瘍性大腸炎のアイドルもいるんですよね。そうですね、はい、結構調べるとね、うん、まあ、書いてる人は載ってるので、うん、でも書いてなくても多分結構女性の方が多いんじゃないかなって思ったことがあったの。ほう調べると男性より女性の方が出てくるのが圧倒的に多かったの、うん、でアイドルとかでも潰瘍性大腸炎になっても今はアイドルちゃんとやってる子たちもいたので、うん、で一番アイドルの中でも、まあ、皆さんご存知かどうか分からないですけど、うん、YouTube の YouTuber 的な感じでやりながらアイドルもやってる、うん、お子様プレート、お子様プレート、はい、というグループがいまして、うん、そのグループの中のメンバーのシュガーが今年の1月から3月に潰瘍性大腸炎になってたということ、最近ですね。そう、2021年なので、ね、僕がなるちょっと前ですね、うん、今はもう大丈夫みたいな、だいぶ治ってきたみたいで、うん、普通に動画とかにも出てるし、うん、頑張ってますよね、うん。これは前から知ってた、もうお子様プレートは去年から期待は知ってた、うん、は去年から知ってるので、うん、教えてもらったので、その奥さんプレートっていう YouTuber アイドルがいるよっていうのを教えてもらって、うん、そこからどんどん去年の秋頃に1000以上の規模の大きいライブハウスでや、うん、ライブとかもやれるぐらいまで行ってたんですけど、そのグループ内のメンバーが一人辞めるってことになった、うん、後にシュガーもね、今年の1月から3月急になってしまったので、うん、で急に病院に運ばれて入院になったって本人も言ってて、うん、やっぱ同じだなと思った、うん、やっぱり多分シュガーも頑張りすぎちゃったなと思う、うん、一番メンバーの中で自分が見た中でおとなしいと思うので、うん、多分ストレスとかもやっぱり溜めちゃったのか、うん、やっぱり大変だと思うんでね、 YouTube やりながらアイドルのダンスもやったり歌もうレッスンもあったりで、うん、でライブやって編集やったりで、もう一日中休みがないぐらい多分やってると思う、うん、ストレスね、溜めちゃうとね、良くないですよね、うん、多分一番良くないのは休みがないってことが一番良くない、はいはい、うん、多分シュガーも同じだったと思う、うん、まあね、アイドルの活動とかも楽しいけどやっぱ大変な、うん、アイドルは休みっていう、ね、いつ休みっていうのはないですか、ね、基本土日がライブ主にやってるんですよね、うん、とか祝日とかもね、うん、が主なので、うん、まあ、休むとしても、まあ、ライブがない平日とか、うん、学生とかだとね、やっぱりどうしても学校があって土日ライブとか大変だと思う、うんうん、それでね、ファンの方とか応援してくれると余計頑張っちゃいますよね。そうですね、うん、なおさら YouTuber でもあったんでね、やっぱり動画もね定期的に上げてるので大変だったかと思う、うんうん、若いから体力あるから大丈夫みたいな感じで、うん、なっちゃうとやっぱ体悲鳴上げちゃったりね、うん、本当は大変ですよね、うん、入院中って曲とかなんか新しいのを聴いてたり、曲、うん、まあいろんなアイドルの曲は聴いてましたね、うん、なんかこの曲で励まされたみたいなのは、やっぱり自分も好きなハロプロはずっと聴いてましたね。ハロプロでもやっぱ元気になる曲、うん、最近はその研修生がすごく頑張ってるんで、うん、なんか研修生だけでなんかアルバムを出したので、うん、でそこに久しぶりにつんくさんが作詞作曲のやつも発表されたのに、そっか、つんくさんもね大変ですよね。そうなんです、つんくさんも病気をしてですよ、ね、それでお休みくださいと事務所の方に言われたら、その事務所から外れて、うん、もうあなたは社長じゃなくていいですよみたいな
肩叩きじゃないですけど、なんかそういう状態だったので、ね、自分もそこもつんくさんのこともあって心配はしてたので、うん、もう自分がいなくても回ってるよみたいなのがあったら、もういらないんじゃないかみたいな、うん、で今はつんくさんも地下アイドルとかにも楽曲提供したりとかですよ。シャランキューでボーカルやってたわけじゃないですか、うん、それはあの声が出なくなってしまって、歌声が聞けないっていうのが一番ショックでしたね、うん、辛いですよね、うん、潰瘍性大腸炎もいつかかるかっていう、わからないです、ね、ならない人もいるし、うん、なる人もいるし、原因がわかんないっていうところがね、自分がそんなにストレスやなと思っててもそれが体に負担になってて、うん、体が悲鳴を上げてっていう形で今回なってしまったの、うん、で鎌倉アイドルボックス、いや、まあ、放送終わっちゃったわけですが、うん、ね、何年続いてましたっけ、なんとか7年が、7年、うん、6月にスタートして2014年の6月にスタートして7年、うん、次で8年目だったんですけど、うんうんうん、7年で7年ちょっとですね、うんうん、7月まで、8月の2週目までしかできなかったので、うん、僕はちょっとやらせてもらったのが多分3年ぐらい、ね、2018年ですね、うん、最初がメロン畑屋ゴーゴーさんですね。よく、はい、もう本当メロン畑屋ゴーゴーさんにお世話になってて、ね、そこからね、はい、いろいろとつながいでもらっていっぱい来ましたよね、うん、ゲスト、いや、めっちゃ楽しかったですよね、うんうん、本当によくも嬉しかったね、うん、ね、な、最だからあの翔太に、あ、2人で最初は喋ってたんですよね、最初は。そうです、そうそう、で翔太があのアイドルとか呼べたらいいですよねとか、まだその頃そんなにアイドル呼べてなかった、うん、今は結構コロナもあるけども、うん、呼べてはいたので、うん、本当に自分でもいい時にね、こういう形になっちゃったので、うん、病気のこともあって、うん、だから僕もアイドルの呼び方なんて分かんないし、そんなキャリアもないしコネもないし、うん、どうやって呼べばいいんだろうと思って、そんなね、闇雲にメール出したって誰みたいな感じで相手にされないから ね、 でちょっとメロン畑やゴーゴーを見る機会があっていいなと思ってたんで、ちょっとね、あの運営の方にちょっとお話とかして、はい、したらあの出てもらえるということで、そこから結構いろんなつながりがありました、ね、すごい押してましたからね、最初一緒にやってた時から、うん、だからメロン畑やゴーゴーのファンの人ともすごいつながりができて、うん、それからあの対バンで爆裂女子とか、そうでしたよ、うん、いろんなそのアイドルの方ゲストに呼ぶことができてね、でなんかね、気持ち悪いあの萌えゼリフとかありましたね、はい、あれは良かったな。でもあれもなかなか好評でしたよ、うん、でも内心ね、怒ってるんじゃないかと何言わしてんだみたいなね、はい、やっぱり印象的なのは、うん、ね、やっぱお薬お姉さんとやった回とか、ああ、はいはい、うん、お薬お姉さんもあの小籠包さんとみのるさんの、そうですね、それの1回目の放送終わってで2回目が、そう、2回目申し訳なかったので、ね、YouTube の方で聞いていただけたらと、うん、僕もさくらみやびさんの楽しみにしてたんですけどね、小籠包さんとね、会話が面白かった、うん、話聞いてるって言って聞いてないみたいな、うん、あの返しが良かった、うん、面白かったね。他に結構あの MC の方担当されてたじゃないですか、はい、うん、なんか印象に残ってる回とかありますかね。最初のね、やってました頃は全然アイドルっていうアイドルも呼べなくて、うん、もう本当にアイドルボックスなのかみたいな感じでアイドルを紹介するみたいな形で、K とか涼也さんにも協力していただいて、まあ涼也さんは結構昭和のアイドルも大好きだったっていうので、その前に平成昭和やってたヨリーさん、あー、はいはいはい、ヨリコさんともコラボしたりとかもあって、なかなかそれも人気があったので、
なんでこんなに若いのに知ってるのみたいなヨギーさんからなったり で、うんうんうん、で特番でも2人が中心で1回やったこともあったので、あと英次郎さんも参加して、うんうん、それも覚えてますね、うん、だ僕も結構いい年なんで昭和歌謡詳しいんですけど、やっぱそのね会は結構面白かったですよね、うんうん、ね、松田聖子とかね僕大好きなんですけどね、うん、あとやっぱゲストで印象的だったのは部長ですね、うん、あ部長ね、はい部長はあのデスラビッツの解散の前にも直前で出てもらえて、はい、いやありがたかったです、うん、めちゃめちゃ多分あの頃忙しかったと思うんですよ、解散の準備で、それでもやっぱちゃんと出ていただけたっていうのは、うん、まあ部長はね両方あるんでね、その、うん、演者側でもあるけど裏方でもある、そうですよね、うん、大変だったと思いますね、うん、であのルカタマさんもよくあの、ね、出てもらえたんですけど、もう部長のファンだっていうことで、そうです、うん、部長とルカタマさんであの2回ぐらい放送できましたけど、ね、いい放送です、うん、2人ともあのうまいんですよ喋りが僕は全然出る幕なくてね、うん、ほとんど部長が喋っちゃうって、はい、それでルカタマさんがねすごいなんか進行してもらえてね、うん、あ俺いらないなと、お休みの時もセクさんと2人でもやってくれて、そうすごくいい放送だった、うんうん、で僕ちょっとあの何月だろう、7月から、今年の7月からちょっとお休みしてたんですけど、7月はあのルナテンとダブルアンドの瀬崎ちゃんやってもらったんですけど、ね、はい、あの回もね、僕いなくても全然支障なく、うもう聞いててよかった、はい、よかったですよね、はい、やっぱアイドルの方ってすごいですよね、やっぱりみんなうまいですね、うん、やっぱあの物販チェキとかでね、ファンの方と喋ってたりするし、うん、あのステージの MC もやるんで、ラジオもねすごい安定した喋りですよね、はい、ということで、あの太陽世代長演のアイドルでね、お子様プレートということで、はい、ちょっと曲行きましょうか。行きましょうか。はい。ではどう、お子様プレートで一番の9月に発売する新曲の絶頂歌という曲をお送りしますのでお聴きください。はい。はい。ということでお子様プレートでした。はい。ありがとうございます。はい。あと翔太ね、あのプロデュースしている鎌倉オルタンシア、はい、ね。どうなります？今は、うん、あの病気をしてからはちょっと自分が動けないかったので、うん、まあ一人では動いてないので、うん、メンバー今一人しかいないんですけど、浦川であるじちゃんも、うん、まあ、一時ストップしてて、うん、また再開はしていこうかなとは思ってるんですけど、そのあるじちゃんは今現在2期メンバーでやってて、3期メンバーの募集もいよいよ本格的にかけていこうという時に倒れちゃったので、うんうんうん、これからもう一度ちょっと仕切り直して募集もしていこうかなと思う、うん、ちょっとね本当に申し訳ないのは、そのラジオの方、今まではその鎌倉 FM のアイドルボックスから誕生してるんで、うん、ラジオの方もやりながらってだったんですけど、うん、この YouTube チャンネルの鎌倉アイドルボックスの枠で今後はやっても、うん、メンバーになった人はやってもらうっていう形で、うんうんうん、今後は映像でやっていこうかなと、うん、であと一つ考えてるのはロケとかも、このねカメラで、うんうん、鎌倉内のいろんなところも、でそれも少しずつ載せていけたらいいのかなって思います、うん、やっぱ鎌倉いいところいっぱいありますもんね、そうです、うん、いろんなお店を紹介したり、まだまだコロナで大変な思いをされてるお店とかいろいろあると思うので、うん、少しでもね、鎌倉オルタンシアも知ってもらって、うん、そのね、新しくなったメンバーの子たちとか、うん、であとは舞ちゃん、アンナちゃんも引き続き協力してくださるので、うん、初期メンバーですね、はい、ちょっとアリーちゃんはその
ね、離れちゃう形にはなってる。でも一応何かあればまた参加もしてくれたりも、うんうん、ライブとかもね、土曜日とか主催ライブやるときに出てもらえたりはするので、うんうん、基本的にはちょっと離れちゃうので3月で、うんうん、でそれまでにはね、本当は楽曲とかも作る予定だったのが、ちょっと自分の病気のことで申し訳なく、ちょっとすぐには取れないということで、新メンバーが入ってからかなって今ちょっと考えてますので、うんうん、またそこら辺も固まり次第ご連絡しますので、よろしくお願いします。うんうん、まあ、翔太もあの鎌倉 FM で仕事はしつつ、そうです、 YouTube チャンネルの方も撮っていく、ちょっと主催ライブの方もやっていきます、やっていくということで、ちょっとずつやっていこうかなっていうので、うん、で今後も続けてくださるアイドルボックスの方でもいますので、うんうん、その方々にもご協力いただいて、うん、まあその方の、まあ、番組みたいにはなっちゃうかもしれないんですけど、うん、アイドルボックスといえども、うん、何枠かやってもらうので、うんうん、まあ、その方たちと、まあ、呼べたらゲスト、うん、なかなかゲストも難しいとは思うので、まあ、その MC をやりたい、引き続きやっていきたいって言ってくださった方々とやっていこうと思うので、よろしくお願いします、うんうん、でもまあ何はともあれちょっとね、お体の方ね、はい、大事なんで、まだちょっとね、退院されてまだ数ヶ月 そうです、ね、本当に体に気をつけて、はいはい、ちょっとずつ活動の方もね、はい、していったらいいねと思いますけど、まあ、本当に番組終わっちゃったのは残念ですよね、うん、なんかあれですよね、リスナーさんからもあと声の方聞きたいですよね、ツイッターとかでね、思い出とかあったらね、そうですね、うん、ぜひぜひ、そうしましたらあのハッシュタグ鎌倉アイドルボックスで何かあの鎌倉アイドルボックスの思い出とかあったらあのツイートしていただけたら嬉しいです、ですよね、はい、はい、ということでそろそろ締めましょうか、はい、はい、ということで翔太どうもありがとうございます、ありがとうございました、はい、ということで MC はウィリアム王子でした、そして番組プロデューサー翔太でした、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。